光に弱くて、あとそのやっぱり温度に弱い、あとは、まあ、振動にも弱いって言われてますけど、ここの中ではその暗室の関係だとか湿度の関係、温度の関係ですね、それがかなり条件がいいと思うんですね。なのでお酒としても間違いなく劣化は少ないのかなというふうに思ってますね。はい。